俺と一緒に行ったらもうさよなら勝ちだったらもうここ。でも、いいってなる。かわいい。今、さよなら勝ちしましたって言ってもこんな感じ、うんうん、まだってなる。でも、チューしてたと。いやすごいっすよ。なんだよ。まずここはどこ、何ここ。いやいや、神宮でしょう。いや、いや、わかんな、はい、まあ、デート企画ですね。はいはいはい、こんなところで前回、あの小野寺舞さんと球場デートをしたじゃないですか、うん、あ、はいはいはい、そう、あんな感じで、もう第2弾ということで。なるほど。ベイスターズファンの小波彩さんっていうね。小波彩さん。小波は苗字やったんや。そうです。そもそもささらみ彩っていう名前、まあ、ちょっとこれはいろいろまあ、それはまあ、自分で聞いてください。すごかった、純平、その日すごかったから。俺、ガチで好きな女優なんですよ。でもただこれちょっと言いたいのが、まあ、なぜ改名したかといったら、はいはい、一旦やめてたんですよ。ほう。で、はいはい、今年復活したんですよ。つまり、はい、ほう、筒子。いやー、レイスターにおいて。絡めんなよ。うちも分かるようになってきた。分かりやすい。まあまあまあ、まあ、とにかくね、神宮周りでデートをしていただいて、口説いていくと。行くとこまで行っちゃってください、本当に。おお、はい、じゃあもう早速合流しちゃってください、はい、お願いします。やっていこう。ということで、今日のデート相手の方がもういらっしゃったので合流したいと思います。こっち来て。はい。こんばんはだね。こんばんはですね。こんばんは。はい。おなみさん。はい。おなみあやです。おなみあや。そう、おなみあやです。今日本当に、おなみっていうのと、うん、女優っていうのと、うん、横浜ファン。そうですね。この3つだけは知らされてて、はい、顔も。あ、そうなんだ。はい。はじめまして。はじめまして。なんて呼べばいいんだ。え、なんでもいい。あやにする？じゃあ、あやで。はい。じゃあ、なんて呼んだらいいですか？俺、元気って言うんだ。うん。元気でいいよ。じゃあ元気で。な、あや、あやね。オッケーオッケー。ちょっと今日は本当にあいにくの雨なんで、ね、一旦室内行こうかなと思ってます。はい。はい、ちょっとじゃあ、うん、まあ、一緒に、せっかく一緒に入ろうよ。これでかいし。確かに。お邪魔します。すごい、人懐っこ。小動物みたい。さあ。まあ、我々はね、ちょっと、まあ、モニタリング、はい、まあ、もしくは、まあ、外れ。最近多いです、そのうちを外れとするそのあれ。まあ我々はとりあえず、まあ今日雨やし、ちょっと、ね、この辺、まあ、神宮付近デートなんや、言ったら元気がやってることって、うんうん、だからまあその補足じゃないけど、この辺でおすすめのお店とかを回りつつ、ね、っていう感じでしょうか。あるんですか。まあ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 、ありますよ、それはいっぱい。すごいな。ということで、カフェに入りまして。え、まずさ、うん、女優なんだよ。女優です。へぇ、はい、はい、めちゃめちゃエロいことしてます。そうなんや、はい、いや、なんかね、さっき出会った時に、うんうん、いい意味でぽくないというか、うん、ああ、本当ですか。分かんなかった。本当に女優なのかっていう。うん、本当に女優でした。結構長いんですか。そうですね、デビューしたのは8年前ぐらいです。うん、何歳あなた。私27です。じゃあ俺今年、今28だ、うん、一緒ぐらいか。じゃあほぼ一緒だ。ほぼ一緒だ。ほぼ一緒だ。すごい、そんな長い。じゃあエロいじゃん。じゃあエロいよ。じゃあエロ、結構エロいかも。結構エロい。え、そうか、今ね、だからほん、うん、どうした。いや、なんでもない、ちょっと緊張しちゃって。緊張する。はい。緊張する。緊張しちゃって。出して、手でもつなぎ。ああ、逆に緊張する。逆に緊張する。逆に緊張。え、そうなんや。結構エロの方が緊張する。いや、こういうのはあんまり。カメラはもう緊張しない。仕事は全然緊張しなくて、うん、プライベートとかの気持ちになるとめっちゃ緊張する。なるほどね。そっか、ちょっとプライベートに近いってことね。あ、そう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 。これは、なるほどね、いいね。いいです、その気持ち嬉しいです。いいです。僕もそのプライベートで来てくれると助かります。まあ、はいはい、我々は一旦この神宮付近。そうね、もうすぐそこがめっちゃいい匂いするの。お、いいね。あ、それ、そういうこと。気づいた、やっぱり。血の花が間違ってなければラーメンみたいな。そう、俺ね、ちょっとこれ気になってたんですよ、ここ。ホープ軒ですね。あ、ホープ軒行ったことなくて。名前はめちゃくちゃ聞くよ。そうそうそう、で、意外とここってマジさ、わざわざ来るまでもないしさ、今日じゃねって思って、24時間らしいよ、ホープ軒。やば、行きましょうよ、はい、ホープ軒ちょっと。まあ、これがね、正解の神宮デートかと言われたら間違ってるかもしれないんですけど、正直野球も好きって、まあ、伺っております。はい、野球好きですね、結構。なんで、どう、何がきっかけで。きっかけは、うん、
まあ、本当単純に試合面白いなぐらいの感覚で初めて球場行って、はいはい、楽しいから始まって。何歳ぐらいの時に？22ぐらいかな。あ、ちょっと遅咲きなんだ。遅咲きで。なるほどね、うん、大卒プロぐらいだもんね。確かにそんなもんだ、うん、そっからでもなんか仲いい友達が野球好きな人が多くて、いろいろデータの見方とか教わりつつ、はい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 、で一緒に球場見に行って、うん、お酒飲んでってやってたらもう楽しくて、はいはいはい、ちなみにその1試合目はどこ？初めて行ったのはロッテの試合、千葉ロッテマリーンズ。ロッテ対？ロッテ対ソフトバンク。へー、そうじゃん。なんで横浜ファンなんだ？出身は？生まれは奈良です。奈良何も関係ない。奈良最初ロッテファンをぬるーくやってて。あ、いやいや、ぬるーくちょっとコロナ禍で離れて、うん、ベイスターズ好きになったのはコロナ明けてから、うんうん、あ、そうなんや。そうで、初めて DeNA 見に行って、はいはい、中日戦かな、もう6位確定してる時に初めて見に行って、でも勝って、うん、ホームラン3本ぐらい出て、うん、で、おもろいチームって思って、うん、そういう見方そういう…え、そうこのチームおもろいなで好きになったの。そう、そんなことある？それまである程度野球の見方のはもうできるようになって、いろいろ見た結果横浜が一番おもろいと。おもろかったです。へえ、なるほどね、うん、なんだよ、野球めっちゃ好きやんけ。野球はめっちゃ好き。あ、そうなの、うん、え、マジ？ちょっと待って、まあ野球話も深掘りたくもあるけど、うんうん、だってさ、まあでも彼氏、その彼氏は4年ぐらいいないんだけど、うん、で、その間いい感じの人とかもいなかったっけ？いい感じの人もいないかな。それこそ野球観戦デートした人とか二人っきりとかはないかも。 あ、そうなんだ、うん、あ、その 何人かで、男女。 あ、それも楽しそうだ。二、うんうん、人っきりないんや。ないね。野球が好きすぎてあんまりそれしたくないとか。あ、そんなことないですけど。あ、別に一緒にデートする分にはいい、うん、うん、全然 OK。 へえ、行けるじゃん。まあ確かに一緒行こうじゃん、うん、来シーズン今シーズンほぼ終わっちゃったから 軽いな。店内撮影禁止だったんで、禁止してまさかのパターンだったんですけど、どうでした味？いやー、レビューもらっていいですか？じゃあ、うちも苦手な、まあ、まあ、なんでしょうね、まあ、麺はかなり太麺の。あら、はいはい、ネギラーメンとかで野菜追加した方があっさり食べるんじゃないでしょうか。なるほどね。美味しかったです。じゃあ、行ったか行ってないかだけちょっと大きいですが絶対今のレビュー早送りされてるやん絶対そうやろ。じゃあ、OK、行きました。行ったんかい。行ったんだ。何を持って何がどういったん。マジ準備そうですか。いいわ。 OK、行きましょうか。まあまあ悪くない。違う違う、はい、どっちかで答えてよ。行ったか行ってないかその選択肢。横浜ね、好きな選手は誰なんですか？一番好きなのは小園くん、小園健太、ピッチャーの。小園健太ね、うん、小園って言ったらカイトの方のイメージが ね、ありますけど、広島のね、健太の方。いや、そのデータの見方って何を？いや、でも普通になんか、うん、毎日スポナビ見て、はいはいはい、結果見て、うん、あ、今日の打率は今日どんだけ打ったかなみたいな、はいはい、なるほど、ね、それぐらいの軽めにしか見てない。 OPS とかも見る？見る。ね、見る。そこまで一応すご見るは見る。こんな話絶対使われないやろななんで OPS って。確かに。で、横浜の試合とかじゃなくても好きなの？あ、好き。あ、そうですか。全然じゃないとこも行く。なんで？え、野球面白いから。なんかそう、横浜がもうじゃあ松田とか甲子園行っちゃってますってなったら、うん、現地行けないから、うん、神宮でヤクルトとどっかの試合見たりとか。え、めっちゃ好きやな。え、その見てるわけじゃん、うん、球場行きます、はい、何が一番楽しい？まあでもどっちのチームでもやっぱホームラン出るとやっぱ超楽しくなっちゃって。お酒が好きな。なるほどね。いや、どういうホームランが好き？確信。ああ、まあそうだよね、うん、今年俺が見た確信は岡本が、うん、東京ドームの看板に当てた。あ、見た見た。え、現地行ったよ。中日戦、うん、え、藤島、藤島、いたの？いた、いたの、うん、マジや、うん、なんでいいんだよ後ろにちょっといます。あの、後ろにいます。あ、撮ってるわけ。あ、そう、撮ってる。まあちょっと DeNA 情報をあの仕入れまして、僕のね、あの中高の友達のカトコってやつがいるんですけど、はいはいはい、カトコはあの球大医学部の？あ、そう、ね、こんなことまで言っていいかわからんけど、まあいいや。そう、現状どうなんですか？
そうだよ、そう、それを聞いてほしかった。そういえばそうやん。まあまず、割とやっぱちょっと静かめって感じだったからさ、ね、2人とも落ち着いて話してたよね。そう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 、あんまりなんかテンション上げて話すってよりかちょっと落ち着いて話してたよね。割としっとり、しっぽりだから、はいはいはい、でもまあちょっと出ようぜっつって、ちょっと待ってねっていう感じ。あ、なるほど、じゃあ今それね。まだ野球の話はそんなにしてない。まあまあしちゃったね。あ、ほんと。まあまあしたんやけど、うん、めっちゃ野球、全部好きやな。よね、野球自体が好きやなって。やばいよね、2軍とかも行ってますから、すごいよ。あ、そうなんや、うん、そこまで掘ってなかった。2軍も行ったりしてる、はいはいはい、まあ、だからちょっと DNA ファンが喜ぶ情報をちょっと入れときましょう。そう、カトコからの、うん、カトコ。そうだね。まあ、あるあるちょっと授けますかね。あ、お願いします、ちょっと欲しいわ。はい、ね、オースティン怪我しがちすぎて、たまに動き止まるとみんな焦る。なんだよ、そのエピソード。コアなあれなんだよ。いやー、怪我しがちやけどね。で、まあ、使えそうなのは、うん、昔のマスコットがキモすぎるっていうね。あ、そうなの。なるほど、うん、まあ、確かに星のあいつキモしゅう。あ、あれか、あれか、あれか。あともう一個ぐらいは、そうね、うん、外人すぐ切れるっていう。へ、うん、オースティンじゃなくてってことか。まあ、誰だろう、外人は切れがちらしい。オッケーオッケー。まあ、この辺言っとけば、うん、割といいんじゃないかなと思います。刺さって、ちょっと意外、結構なんかさ、うん、細かいあれだから、ちょっと俺が忘れちゃいそう。あ、まあ、後でメモ送ったら、送る送る、文章でね、うん。ということで、はい、カフェを出まして、出まして、移動です。まだ雨は降っております。ね、集合。いいですね。やっぱさ、うん、え、オースティンとか好き？オースティン大好き、TA 大好き。でもオースティンはさ、うん、怪我が多いやん。あ、そうね。そう、だからなんかちょっと、うん、なんか動きが止まった時、めっちゃ心配。めっちゃ不安な気持ちになる。なるよね。え、大丈夫ってなる。それはちょっとね、なんかオースティン相手に言うの怖いんやけど、うん、でも怪我してほしいとは思わんからさ、うんうんうん、いい選手やから。そうね。いいよ。ちょっとちょっと、ね、ちょっと横浜スタイルなんだが。いや、あのですね、うん、なんとバッティングセンターの目の前まで来たんですけど、うん、はい、撮影禁止だということで、はい、そうですね、禁止っていうか前もって言わないとダメみたいな感じだったんで、ね、実は本当はバッティングセンター入って、うん、バッティングしようってなった時に、うん、トイレ行ってこれでこうやって打とうかな。じゃあ私も行きよっか。お、誰誰で、小園今日は小園です。一緒に、お、じゃあペアルックじゃん。そうだよ、ペアルック。こんな感じですよ。ということで、まあ、じゃあちょっとプラン B、 プラン B、 お酒飲でも飲みに行きます。え、やった、飲みましょう、飲む飲む。あ、かわいいこれ、このスタイル。元気さんのお届け物とかがあったので、はい、ちょっと別に意図せず、まあまあ、まあ、しゃーなしって感じなんですけど。何です、ここでしたの。はい、ここです、ロイヤルガーデンカフェでございます。めちゃくちゃいいやん。まあ、やっぱりね、おなみさん出てもらってるんで、はい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 、おすすめ作品でもやっぱり言っといた方がいいかな。ちょっとかなりピークとかがね、こんなカフェっぽいとこで AV の紹介する。ただね、やっぱね、俺が見てた時って結構昔で、復活する前なのよ、はいはいはい、なんか昔の今消されてるね。だから新しくなってからのおすすめしますか。そうしましょう。マジ幅も広い、まずおなみやの方がすごい、いろんな作品に出る。これはすごいことです。あんな見た目でめっちゃ過激、これは私の一押しポイント。頑張って、すごい頑張ってると思って、すごいね。まあまあ、おすすめしたいのが、はい、これね、一応着方なのでオナミアヤ名義じゃない名前で出てるんですよ、うん、言うなればそっくりさんってやつですね。あ、けど、まあ、オナミさんの作品、まあ、本人がツイッターで言ってるんで、うん、某大学プロ野球ファンサークルアヤ&メイ編、これ素人クローバーさんから出てるやつですね。はい、これは、はい、ベイスターズファン女子をナンパする、ナンパして、っていう企画なんですけど、すごいね、人が出てる。まさにだから今日の企画みたいなもんですよね、うん、はいはい、ただ私がこの作品そんなに大好きではないっていうのは、うん、まあ、リップものなんですよね。うん、いや、嫌なんや、ちょっと私苦手なんですよ。そうなんや、その人苦手なんで。ということで、小金さんです。まあ割と神宮近くで、うん、あれちょっと雨だったからあれだけど、うん、まさかの2人ともワイン、ワイン乾杯、乾杯。俺がワインって言ったら、うん、あやもワイン、うん、やっぱ同じの飲みたいじゃん。そうなんや、うん、なんか男がそれをするのはなんとなくわかんないけど、女の子はそう
するのなんか新鮮だな。あ、本当に。まあでもこれはさ、うん、まあ俺はさ YouTube 確かに仕事でもあり、うん、でもなんかその仕事しないというか、うん、まあやりたいことやってるってとこもあるんだけど、うん、今日は別にそんな仕事モードで来てないってこと？全然仕事モードでは来てない。へえ、うん、じゃあ普通に出会いとして見れる、うんうん、何照れちゃった。あ、すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。今日はさ、まあ、一応 YouTube 的にはじゃあこれちょっと仕事的には女優で野球が好き、そこを話す、もちろん話すんだけど、普通に今一人の女の子として見ちゃってるそう言われるとちょっと恥ずかしいな。普通にてかそもそも普段こう居酒屋とか来るの、まあ、女の子とは来るけど、来るとか、はいはいはい、そっかそっか、男の子と来ることがないから。なるほどね。いただきます。この女優のファンのために男の匂い消してるとかではないの？本当にではなく、全然一緒に行くような子もあんまりいないから。でもさ、うん、さっきこうやってなんかちょっとサムネの撮影で、うん、まあ、そういうのもありか、かわいいかわいい。こうやってやっても全然慣れてたじゃんって言おうと思ったけど、まあまあその仕事がそうかと思って。仕事柄ね、別に慣れてるのか、うん、それは慣れてる。むずいね、男としては読めない。ああ、なるほど。そう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 、本当にピュアな気もするし、うん、でも仕事上やっぱがっつりあるから読めないね、本当に。あ、まあ確かにそうかもしれない、うん、そういうとこが好きだけど、うん、なんかそのマスコットとか好き？マスコット好き。今の DeNA のマスコットって何？スターマン。スターマン、うん、昔と違う？昔欲しい。今のどっちが好き？私はスターマンの方が可愛くて好き。今、うん、前の方が可愛くちょっと気持ち悪い可愛くはないかもはいはいはい、うん、やっぱそうなんや。なんかでも大事だよね、うん、マスコットが可愛げあるかないか。確かに確かに。ドアラさん可愛いから。うん、うん、バスケット外国人で好きな選手は、まあでも今はやっぱ T.A. オースティンが一番好きかな。そっかそっか、うん、歴代は？歴代、歴代、でもロッテのエチェバリアが好きだったんですよ。え、ロッテのエチェバリアがめっちゃ、誰それ知らないんやけど守備がめっちゃうまい。大丸も好き、ま、うんうんうん、絶対打てない。なるほどね。もう9回ライデル・マルティネスの攻撃だと思ってるなるほどね。なんか横浜の外国人って結構キレっぽいイメージあるけど、うんうん、ある、うん、確かに、ね、まあ、その辺は、いや別になんか、うん、女優とか野球が好きとかもちろん嬉しいポイントだけど関係ないな。あやが可愛いな普通にシンプルに。そんなことない。そんなことないよ。もうこの返しすらなんか慣れてんのか慣れてないのか微妙なに分かんない慣れてないよ本当に。マジって今日はまあ、うん、本当この初対面いきなりデートみたいな感じや、うんうんうん、まあ、これも動画も撮ってたけどさ、うん、まあ動画なしでもデートしたいな、うん、デートする？する？する？しよしたいな本当に。本当にデートしよう。デートしよう、いいよ、うん、動画なしで。動画なしでね。マジで。え、じゃあもう、じゃあもうじゃない。じゃあもう、じゃあもうって何？じゃあもう、じゃあもう、うん、危ない、もう動画終わらせようとしよう最近のやつ。まあでもそれで言ったらもう一個おすすめするとすればやっぱ復帰作かな。はいはいはい。いなくなったんですよ、いつの間にか。昔の名前でね。いつの間にか帰ってきたんですよ。衝撃を受けました、私は。その復活を聞いた時に、はいはいはい、その1本目マジで好きな。復活1本目は結構いいね、うん、テンション上がった。なんてやつみたいな。奇跡がまた始まる、復活オナミアヤ、うん、おー、シンプルな。いいですね。復活1本目良かったね、マジで。筒香の復帰1試合目みたいな感じ。いやでもマジこれ、そうね、この2個は分かりやすいから押さえてほしいですね、はいはい、うん、かなりおすすめです。ぜひ、うん、購入してご覧ください。まあ、一旦サンプルだけでもね。ちょっとカメラ回ってない間にねなんかいろいろパーソナルの話、やっぱカメラ回ってない方が話せることがあるな。あ、まあ確かに、うん、ふとね、出る言葉はあるかも、ね、確かに、チューとかね、うん、あれどうだったっけな。で、だから本当に、そのまだ
動画とかも、うんうん、そのそういうことなんだ、水着とかも見てないんですよ、うんうん、確かになるんだもんね。そう、全然。じゃあ俺帰った後、見ていいのか。え、見ていいよ。見ない方が良くない？あ、まあ確かに。どう？個人的にはどう？個人的には俺、俺、俺、うん、俺がそのデート終わった家で元気が見て、見るか見ないか。そう、夜。え、まだ見ないでほしい。おー、何それ、何それ。なんでなんかそういう、なんかやっぱまだそう完全にパーソナルな部分しか知らないから、はいはいはい、エロを知らないわけだ。そう、でも先にエロを知られちゃうから。そう、だからその感覚がある。だから俺は先にリアルのエロを知りたい。先にリアルのエロを知りたい。だからもうめっちゃ簡潔に言えば、動画上じゃなくてリアルの裸を 見るが先がいいっていう感じ。どっちか、で、その後に一緒に見るとかはいいと思う。確かに。どう、どっちがいい。あ、でもそっちの方がいいかもしれない。なんかだからそれはさ、言ったら、あや童貞なわけだ。あ、そうね、あや童貞の。あや童貞のまま来てくれた方が嬉しい。の方が嬉しいかも。じゃあレアだよ。そう、レア。だから言ったらメンバーの純平とか、あや童貞じゃないか、絶対。もうゴリゴリ見てると思う。だから、あや童貞に出会えるのも、まあ言ったら、そんな確実は分かんないけど。え、そう、まあ、珍しいでしょ。だから、逃さない方がいいよ。あ、確かに。そう、マジか。いや、すごいな。いや、ミランドコ、マジで。ミランドコ、うん、うん、見ない方、うん、そうね、見ない方がいい気がする。見ない方が、確かにいいかもしれない。ちょっと酒が入ってきて、エロい気分になってきました。ブラブラしないで。やばいな、どうしよう。どうしよう、どうしよう。ちょ、待って、順平、順平に電話した方がいい。これまあ、今居酒屋にいて、うん、外結構雨がすごいってのもあって、はいはいはい、はい、隣で、あやに、あやってあれね、え、あやって呼んでるの、おい、あやって呼んでる。なんだっけ、今ちょっとノイズキャンセルのエアポッツ大音量で音楽聴いてもらってるんで、声は聞こえないです。何やそれ。ただ隣にはいます。ちょっと現状報告いいですか。はいはい、お願いします。え、ちょっとやばいですね。やばい、負け。いや、わからん。俺の気持ち的には、もう今日にでも一緒に家帰りたい。一緒に。おー、高ぶってるんや、元気さんは。はいはいはい、はい、だけど、なんかモテ遊ばれてるような気もする。なるほどね。まあ、あっちが上手で やられてるんや。うちのおなみさん、そんな甘くないっすね、さすが。まあやっぱね、わかんなすぎて。それが3位と6位の違いじゃないかな。おー、お前ふざけんなよ。今結構いいの、もう攻めてるんだけど、あと一歩なんや。なるほどね。ちょっとくれ。あと一歩の情報か。いきますね。はい、なんだかんだ安明復活、みんな待ってる。安明。こんなちょっとさ、今めっちゃ恋愛のムード持ってきたら急にまた安明の話をするんや。それが逆転につながるかも。まあまあまあ、これが逆転につながるかも。野球以外はさ、ないの、順平的視点でさ。俺はさ、そのオナミヌがさ、AV でどんぐらいの立ち位置なのか、そんな分かってないから。いや、筒香ですよ、だから。マジかよ。その話した。じゃあ俺、筒香って話。いや、してないわ。するか。それは、本人に言ったら刺さるかもよ。オッケー、オッケー、うん、了解です。じゃあ、これを駆使してちょっと最後畳みかけます。お願いします。頑張ってください、はい、劇的勝利を決めることができるのか、元気さん。頑張れ、頑張れ。いいよ。はい、はい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 。なるほどなるほど。何話してたの。いや、普通にあれよ、動画の今どんな感じ、今回回しててとか。そう、そんな感じ。あやはさ、AV 界の筒子なの。どういうこと。AV 界の筒子。あ、待って。あ、帰ってきた的な。そう、アメリカ行ってたの。アメリカ行ってたかもしれない。やってない間。やってない間、そうかもしれない。だからもう待望に乗って感じなの。あ、そうね、あいつが帰ってきたぞみたいな感じではあった。マジ。じゃあ帰ってきた時の声援やばかったんじゃん。ありがたいことに。横浜の空高くほらんかとらってほなにやってなった。なったかも。すごいじゃん。じゃあ、あんた、あんた、そうか、あんたとか言ってた。あれてかさ、あれとかもさ、やさき、やさき、そう、今年とか別にさ、うん、抑えじゃないじゃん。うん、調子が悪いってこと。あんまりちょっと良くなかったかな。
まあでもね、代表とかでもあった、うん、だよね、復活してほしいね、まあ、うん、いや本当にこれは、うん、頑張ってほしいとは思う。いや頑張ってほしい、私も、うん、いや、さっきジャンプやっぱテンション上がるから、あれはね、うん、すごい、何が起こったんやろ、あやはさ、うん、忍耐強いタイプですか。忍耐強い、うん、どういうベクトルで。じゃあ野球見てて、うんうん、それこそ、うん、ミスが多くてとかでも、うんうん、イライラしない。しない。すごいね、うん、あんま、そう、イライラしないかも、日常的にも。試合見てても、うん、じゃあ忍耐強いんかな、うん、かもしれない。でもそのたまに劇的な勝利とかしたらもう、うん、ぶち上がる。ぶち上がる。どうやったら、どんな感じでぶち上がる。どんな感じ。立つ。立つ、絶対立ち上がっちゃう。うんうんうん。隣の知らないおっちゃんとかでもハグしちゃう、うん、ハグ、ハイタチぐらいは。ハイタチぐらいです。ハイタチは全然、ウィーンってある。あ、そう、うん、ハグとかせんの。ハグは求められることがないから。まあそっか、うん、俺と一緒に行ったらもうさよなら勝ちだったらもう、いや、ウィーンってある。かわいい。今、さよなら勝ちしましたって言ってもこんな感じ、うんうん、まだなってなる。でもチューしてたと。チューはするか。チューしないの。球場ではしない。あ、そうなん。なんで。え、なんで。もうだから、やっぱ人目。やったら勝ったよ、チューは。え、ちょっと鼻当たったの今。ほぼチューだったの今。だからちょっと待って。何なの。だって俺がしてたらしてたんだよ。いや、わかんない。え、違う、わかんなくない。わかんないな。鼻のチューは大丈夫。鼻は大丈夫。そんなことあんの。わかんない。大丈夫じゃなかったらどうしよう。大丈夫。怖いよ。怒られちゃう。マネージャーは大丈夫じゃない。誰がダメ。だから、ね、ファンのみんなが嫉妬しちゃうから。あ、なるほどね。あ、まあ、それはいいじゃん。嫉妬させるぐらいちょうどいいんじゃん。あ、まあ、確かにね。やばいやばいやばい。誰。ちょっと誰か止めてください。何ですか。デート終わりました。終わったんすか。なんか元気さんがキモいんだよね。なんかさ、ねえ。キモいね。ちょっとマジかよ。何、抜かれた。抜かれた感じあるぞ。違う、やめろよ。あ、すごいって、すごいって。ごめんなさい。手出ちゃった。いや、こうやってやってた。手出ちゃった。ほら、やってやって。女優なんだよ。何があって、何だよ。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 なんか健常放送なの。いや、本当に。いや、なんか本当に、まあ映像を見ればわかんのかな、はいはいはい、伝わんのかわかんないけど、うん、めちゃくちゃドキドキしたんです。いやいやいや、もう本当に、うん、なんだキモい。何どうした。いや、なんかそのなんすか、俺らは知らんからさ、まだ今の状況。ほぼチューしてた。まあ確かに、ほぼ、オッケーな。で、その後にさ、その切って、はいはい、でまあちょっと話してる時に、はいはい、してってオッケーだったみたいな、はいはい、いいよとか言い出すんよ。ああ、魔性だな。はあと思って。まあでもなんか、まあ確かに YouTube 的にはしなくてよかったですよねみたいなこと言ったりとかして。なるほどね。はあみたいな、まあまあ、全部俺が転がされてるのかよく分からんけど。これがそうですよ、はい、これが筒子ってこと。これが筒子。じゃあ、あんまりこれがその名前がいいのか言われるのか分からんけど、これやっぱ筒子すわ。え、マジで本当にさ、おい、分からん、その今日のカメラ撮ってた時も撮ってない時も一緒にいたわけじゃないですか、うん、が、本当なら俺じゃあデートするよな。俺たちデートするよな。俺たちこのままだと普通にするよ。やばいな。するよな、うん、おかしいっすよね、うん、なんで俺これ用意してこうなって。俺がファンだって言っとるの。確かに。なんだ俺この仕事。順平もいい、誘ったらいいよね。いやいや、目見たらいいよ。これダメっす。一回見て。やばいって。いや、無理。目見ないじゃん。もう無理やって。この動画やべえって、まあまあまあ、ふざけんなよ。やっぱすごいっぽいですね、やっぱ。まあまあまあ、ねえよ、本物でした。うちら見てないんでね。なるほどね。まあまあ、作品でもこんな感じなんですよ。あね、よく知ってらっしゃる。本当知ってる。そうだ、なんだ。じゃあ俺はそういっただけがやっぱり、うん、まあ、かもしれないし、本当かもしれない。わかんない。ファンタジーなんでやっぱり。まあ、ってことでね、はい、なんかあります、宣伝みたいな。宣伝、うん、まあみんな作品見てね。あ、ちょっと手の動きやめて。ごめん、手の動きやめてください。モザイクモザイクかけないといけないけど。ちゃんと女優や。ありがとうございます。Thank you.